世界をリードするショッピングカート移行サービスリットエクステーションへようこそ。このビデオではリットエクステーションのサービスを使用してベースからショップファイへ自動的、正確、安全に移行方法をご紹介させていただきます。まずリットエクステーションアカウントにログインし、クリエイトニューマイグレーションをクリックします。次にソースストアとターゲットストアを設定します。ここでソースカードとしてベースをご選択ください。ストアの URL、 ベースの登録に使用したメールアドレスおよびパスワードを入力する必要があります。それではターゲットカートの設定です。ターゲットカートタイプとして Shopify をご選択ください。ストアの URL と API パスワードを入力しなければなりません。まず Shopify 管理パネルにログインし、アプリメニューに移動します。ページの下部にあるプライベートアプリの管理をクリックします。次にプライベートアプリ名と連絡先メールアドレスをご入力ください。レビューディサボーアドミン API パーミッションをクリックし、すべてのアクセス許可をリード&ライトに変更します。アプリの保存をクリックすると、管理 API 領域に API パスワードが表示されます。それをコピーしてリットエクステーションウェブサイトの空白のバーに貼り付けます。 API パスワードを取得するにはリットエクステーションの説明のビデオをご覧になるか、画面の右側に表示されるイーザードに従ってください。次に NEXT をクリックして移行プロセスの次の段階に進みます。このステップでは Shopify に移行したいエンティティをご選択ください。一つまたは一部のエンティティを移行するか、すべて選択をクリックしてすべてを移行するかを選択できます。リットエクステンションは移行の可能性を拡張するための強力な追加オプションもここに提供します。オプションの名前にクリックすると各追加オプションの説明を参照するか、横にあるビデオチュートリアルを見て必要な追加オプションを決定できます。このセクションで言語と注文ステータスを簡単にマッピングしてターゲットストアにそれぞれ表示されるようにすることができます。完成した後でお試しする場合は無料デモ移行開始ボタンをクリックするか、完全な実行する場合はデモ移行スキップボタンをクリックすることで完全移行ができます。データの移行中はブラウザーウィンドウを閉じたり PC をシャットダウンしたりしても移行プロセスは完全安全に実行されています。移行プロセスが完了する際にリットエクステーションシステムからメールが届きます。移行が完了しましたら、全部正しく移行されたかを確認するために結果確認ボタンをクリックします。問題が発生した場合はリットエクステーション技術サポートに連絡してなるべく早く解決させていただきます。これはリットエクステーションサービスを使用してベースからショッピファイへの移行を成功するのは簡単です。リットエクステーションのサービスを使用すると、最先端の移行システムを使用して最も快適なショッピングカートの移行プロセスを体験できます。技術的なスキルは必要ありません。専任のサポートチームはいつでもお客様に支援させていただきます。再プラットフォーム期間中もストアは通常通りご利用いただけます。販売混乱を防ぐことができます。さらに3ヶ月間の無料で無制限の最近の移行、再移行、スマートアップデートを提供してデータを残さずに新しいストアを稼働するのを保証します。最後になりましたが、リットエクステーションは当社のサービスとその価値に対する信頼を証明するために30日間の返金保証を提供しています。では迷わず今すぐ無料デモ移行を実行してみましょう。